国会審議が大詰めの政治資金規正法の改正案をめぐり日本維新の会が参議院での採決では反対に転じる方向で調整していることが分かりました改正案について自民党はきょうの参院の特別委員会での採決を提案しています維新は党首会談で旧文通費の見直しなどに合意したことから衆院での採決では賛成しましたが 自民が今の国会での見直しに消極的なことから、参院での採決は反対する方向です。立憲民主党が内閣不信任案を提出する見通しの中、日曜日に会期末を迎える最終盤の国会は混迷を増しそうです。